ラーマ七世は、チャクリー王朝の第七代のシャム国王。通称はポッククラオであり、妖名をプラチャーティポックサックディネートというため、その一部をとってプラチャーティポックとも呼ばれる。タイにおける最後の絶対君主であり、最初の立憲君主である。モノグラム印象プラチャーティポックは、バンコクの王宮で、ラーマ五世とパッチャリン妃の間に生まれた。イギリスのイートンカレッジ。 ブーリ自主官学校、フランスのエコール・シュペリウールド・ゲールで学び、1924年の帰国後は短期間ながら軍人として働いていた。プラチャーティ・ポックは国王になった後もこの時に軍人であったことを誇りにしていた。本来であれば国王になる予定ではなかったが、兄のラーマ6世に成人した子供がいなかったため、ラーマ六世が崩御するとイボテであったプラチャーティ・ポック。 が急遽大いにつくことになった。予期せぬ即位で、ラーマ6世が持っていたような政治的基盤を築く。暇がなかったため、政治的基盤が薄く、ラーマ7世は、旧勢力の王族と、官僚の間で苦悶することとなった。ラーマ7世は、戦王の代に抱え込んだ負債の処理に即位後すぐに、直面した。この事態の打開を図るため五人からなる、最高顧問会議を開き、 全力で問題を解決しようとしたが、アメリカが世界恐慌に見舞われたため、悪化していた国家財政がどん底まで悪化した。そこで、王室費用を900万バーツから最終的に300万バーツに切り詰める合理化を行った。ラーマ7世はついでに、官僚の人事も合理化したため官僚、中んずく民主的な雰囲気の中で教育された。 フランス留学組官僚の怒りを買った。この合理化に対する危機感は、後に人民党を生み出した。ラーマ7世は1931年顔病を手術のため、アメリカを訪れた時から議会制導入を考えるようになった。そのための憲法草案を作成し、いざ発表する段階になると、最高顧問会議のメンバーを中心とする王族の猛烈な反対にだ断念した。 これに号を煮やした、パホン大佐、ピブンソンクラーム、プリーディパノムヨン率いる人民党が、ラーマ7世が不和品へ療養に出かけている最中に、立憲革命を起こし、1932年ラーマ7世に憲法を発布させた。これにより、ラーマ5世以来続いた絶対君主制に終止符が打たれた。しかし、新政府は王政を廃止せず、代わりに国王の承認を、 権力の拠りどころとする立憲君主制を導入したため、ラーマ7世は翌年、目の病気を理由にイギリスへ逃亡した。国王の承認を拠りどころにしていた新政府は国王の承認を取り付けるため、イギリスまで行かねばならず、事務の円滑な処理ができなかったので、ラーマ7世にタイへ戻るように頼んだが、ラーマ7世は拒否し続けた。その後、 いつまで経っても民主制に移行しようとしない、パフォン政権に抗議するために1935年に自らの意思で退位した。そのままイギリスで不遇なまま過ごしたが、1941年に死去した。遺骨は1949年に退イへ帰還した。ありがとうございます。